はい、どうもおはようございます。今日はね、1月の12日ですね。昨日は成人の日でしたね。成人を迎えられた皆さん、おめでとうございます。いやー、もう自分よりずいぶん年下の子たちがこう大人になっていくんですねって思いながら、昨日もね、日中、蒲田駅の方で配達の方をしてたんですけど、なんか大田区は成人式なんかコロナの関係でやれなかったとか聞いてたんですけど、振袖ね、着られたお姉さん方たくさん見られたんで、あ、なんかそういう集い的なものはここでねやったのかなとか思いながら見させてもらったんですけど、今日はちょっとね、 Uber Eats の、報酬金に関するお話をちょっとさせていただきたいと思います。実はここ1ヶ月ぐらいかな、入金がないんですよでね、蓄積されてる金額が、約20万円ぐらいかな、がまだ僕の手元に入ってきてない状況です。でね、毎週いつ何日までに、振り込みますみたいな通知はアプリ上で見れるんですけど、その日が来ると1週間更新されるみたいな、金額ももらえる金額も、当然上乗せされて、日付だけがこうスライドされるような形になってます。それでね、先週の火曜日ぐらいだったかな、今日が12日なんで1月の5日ぐらいに Uber Eats の方に問い合わせを入れたんですよ。で、まあ普段だったらね、毎週、稼いだ報酬っていうのを振り込んでいただけるシステムだと思うんですけど、まあずっと、まあ去年の暮れぐらいから入金がない旨ちゃんと話して、そしたら Uber Eats の方で調べてくれて、なんか僕のね、振り込みをする銀行の口座がなんか不正のフラグが立ってるっていう風な言われ方をしたんですね。で、なんかそれは僕の責任とかじゃなくて、なんかフィッシング詐欺とかに合ってる可能性があると、そんな言われ方をしたんですよ。で、ちょっと、社内で調査してみますから数日お時間くださいということで、数日待ったんですけど、全然連絡がなかったんです。でね、昨日11日ですよ、まあ、約1週間経ったんで、僕の方から再アクションを起こして電話してみたんですよ。で、そしたらまだその銀行系の調査が終わってないので、まだ連絡ができてませんでしたっていう感じだったんですよね。で、ああそうか、まだ時間かかるのかなとかって思いながら、けど困るななんて思って、そしたら数時間後に、メールが来たんですよ。こんな、要は違反行為があったのでアカウントの永久停止、これまでの報酬はなし、この決定は覆すことはないという状況。まあ、要は僕が Uber Eats との、コミュニティガイドラインに違反したっていう風な言われ方をしてるんですよね。で、アカウントの再有効化もなければ、報酬の支払いもなしっていう風な、メールをもらったんですよ。でね、そんなね、言われる覚えが自分の中でなんか違反な行為をしたことも全然なかったですし、で、もともとね、フィッシング詐欺に遭ってるかもしれないので、僕の責任じゃないっていうふうに言われてたんで、ちょっと論点が変わってきてるのかなとか思いながら、ね、約20万円ぐらい、ただ働きしてるような格好になってしまう可能性があるんで、うん、ちょっとね、この YouTube の動画を通して、同じ似たような経験された方いないかなと思って、ちょっと今日動画にしてるんですけど、
でしかもね、この判定っていうのかなは覆れませんっていう風な、なんかすごいきつい言い方で書かれてるんで、すごい今なんかモヤモヤしてるっていうか、そんな感じなんですけど、参りましたね。でね、今日ね、今も実は UberEats のこれ配達してる最中なんですけど、アカウントの最有効化ができませんっていう風なメールをもらったのにもかかわらず、アカウントがね停止されてないんですよこれなんかの間違いだったんかなとか思いながら、ちょっとただね、生活もあるから、やれることはやっとかなきゃいけないなと思って、今もちょっと配達やってるんですけどね、ちょっと参りましたねこれは。で、すぐに回答いただけないのがちょっと UberEats のサポート面、よくね、まあ、他の YouTube だとか、ネット、Twitter とかでも UberEats の、サポート体制ってあんま良くないっていう風に聞いたりするんですけど、そうなんですよね、本当実際なんか即答いただけないですし、毎回ね連絡がねメールで来るんですよね。だからとっても一方的っていうか、で結局僕が折り返し電話するみたいな格好で連絡を取ってるんですけど、で毎回ね、担当してもらう方も全然違う方たちなので、話を最初からしなきゃいけない感じ、あんまなんか効率的じゃないなっていう風に、まあけどね、配達員なんて本当腐るほど人がいると思うんで、一人一人電話対応してたら人が足らなくなるのはわかるんですけどね。それでだ、それでなんですけど、なんか一方的にね、そのアカウントの再発行ができないとか支払いができないっていう風な連絡をいただいたんで、やっぱり電話したんですよね、例のごとく。そしたらね、すごく感じのいいお兄さんが、サポートセンターのお兄さんが電話出てくれて、まあ僕は、不正行為なんかしたこともないしっていう話をしたんですよ。したら向こうも親身に、あ、そうですよ、それ困りましたねっていう風に言ってくれて、でやっぱりね、なんで僕がそういう風な、僕個人のフラグが立ったかっていうのを調査しますってことで、今のその返答待ちなんですけど、これはね、どんなもんかなというふうに思います。なんかこれやっちゃったなとかっていうことが本当にないから、本当困ってるんですよねママにもね相談したんだけど、なんか僕こうやって動画上げたりしてるんで、やっぱアンチの方っていうのが少なからず出てくるらしいんです。で、そのアンチの方が UberEats を利用した際に、僕がたまたま配達員で、で物を運ぶじゃないですか。そしたら全然ね、僕は不正行為なんかしてないのに、こういう風な対応されたとか、なんか嘘の報告を上げてアカウント停止させるみたいな、そういうなんかいたずらっぽいやり口もあるらしくって、それちょっと怖いなとか思いながらでね、まあ、原因が一体何だったのかっていうのは本当 UberEats の本体の方しか今知らない状況なんで、結構不安に働いてるんですけど、まあそういう状況ですよでね、実際今後ね、どういう話の展開になったかっていうのは、また続きの動画で出したいと思います。今日はまだアカウントが有効化されている状態なので、普段通り配達はやるんですけど、ちょっと折りを見てまた本部の方に連絡したいと思います。ということで本日の動画は以上となります。じゃあ失礼します。